ケンさんはキャンプ歴は？キャンプ歴は歴だけは5、6年やってます。ここ1、2年でちょっと熱が上がってきていろいろ揃えた感じなんですけど。揃え方が半端ないですね。隣のサイト、どんなだろう。カッキーさんのサイトです。あ、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この椅子がめっちゃ可愛いね。ヘリノックスの。すごいっすね、これ。見たことないっす。初めて見た、めっちゃ可愛い。今もう売ってないですよね。売ってないです、ね、モンローとコラボをたまにヘリノックスがしてるんですけども、はい、たまたまその時変えて、おい、座っていいよ。座って急に現れて、座って、怖い、なんか汚してしまいそう。かっこいいこの椅子な、ハル。座り心地はどうでした？ガッキーさん、これまたドリームイベントですか？終わったですね、はい。一緒に行きはったんですか、ガチャピン？あ、そうですそうです。つけましょうか。いいな。コロニスタダナーですか？はい。え、2つ、すげえ、かっこいい。え、しかもこのハンガーラック。あ、そうです、これ、うん、マットのハンガーですね。かわいい。あ、そう、このウッドのウォールナットが綺麗で、はい、綺麗ですよね、はい、そういうことして買ったんですけど。うわー、ちゃんとおるんですね、ダックロさんも。はい。かわいい、ダックロ。いや、すごいなすごい。この IGT 企画でこうやって3面あるんです。ここでも外せる、はい。で、真ん中 の、 あのもちろんこれもついてきて、はい、今日持ってきてないんですけど、で IGT の全部これっていうことですね、はい、フラットバーナーが入る。おー、これで1万2300円で、韓国のメーカーで。え、そうなんですか。愛知県のタイガーキャンプっていうストアで、はい、タイガーキャンプストアっていうお店で扱ってたんですけども、めっちゃ可愛い。まあ、ちょっと安かったんで飛びついて使ってますけど、お値段の割に全然いいですね。お値段以上です。お値段以上です。ニトリ的な、はい。いや、キャンパーさんの共通アイテムじゃないですか、これ。やっぱりマットイオンと、マットイオンと。いや、初めて実物見た。動画では拝見してたんですよね。そう、だからずっと気になってて。全然変われへんな。ネットじゃ。ちいかわ出た。ちいかわ。ちいかわ。自慢していいって言うから。あれ、あ、誰かも使ってた。ちいかわ。サイキャン時のレイさんのサイトにもやった。そう、ちいかわって。ちいかわおった。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。え、3人おる。3匹。初めて見た。え、ほんま、めっちゃ気持ちいい。かわいい。かわいいでしょ。やばい、もうこれ癒ししかない。これあれ、3段階調節できる。色も、うん、暖色系と明るい系。やば。癒し。かわいい。かわいすぎる。このレアアイテムだらけ。これは私の。いや、これはかわいい。なあ、ちいかわやで。知ってる？ミニ好きやねんな、これな。あ、そうかわいい。うわぁ、ちょっとよそ見しちゃった。ちいかわでよそ見しちゃった。テントは全圧の、はい、置き止まっていう、置き止ま2っていう形のやつです、ね、かっこいいな、置き止ま。ちょっと背が低いんですけど、形がすごい。あのストーブは、ストーブはパセコですね。買ったばっかりで、今日あったかかったんですけども、ちょっと使ってみたくて。ちっちゃくなるやつですか？いえ、一番安い、ちっちゃくならないタイプのやつですか？はい、ちっちゃくならないやつですね。あ、クマ班長が買ったやつじゃん。2022年。あ、そうです。天板がちょっと低くなった。我が家もちょっと買おうかなと思って。ぜひ。まだ使ってないですけども、はい、お揃いで買いましょう。どうなんですかね、あったかいんですかね。実物見れるのは結構嬉しいかも。嬉しい、このサイズが。3kW なので、はい、アルパカストーブとか、と、うん、あとトヨトミのギアミッションのちっちゃいやつとかと、うん、大体一緒ぐらいの質量と、パセコかわいいな。こっち側に
可愛いですね。本当はあのサンドベージュ、タンの、あ、はい、タンの色が欲しかったんですけど、うんうん、もう売れ切れてて。あ、そうなんですね。はい、黒にしたんです。でもいいサイズ感で、サイズはすごいですね。コンパクトやから、へー、燃料も5リッター 5.3 ぐらい入るので、あ、結構18時間持つと入ってます。もうじゃあ入れたらよ、そうですね、1泊は絶対余裕で持つと。へー、いいな、パセコ。かわいい。いや、でも早押せの売り切れるよな、パセコ。あ、そうですね、ね、冬になると、なんか、いや、もともと2万円しないぐらいなんですけど、そうですね、1万円後半ぐらい、それがどんどん、転売で値上がっちゃってっていう感じになるんですかね。で、そそのかされて、ちょっと早めに早めに行くかっていう。いや、いいと思います、これは。いいよな。ふかけさんはキャンプ歴は、歴だけは5、6年やってます。ここ1、2年でちょっと熱が上がってきて、いろいろ揃えた感じなんですけど、揃え方が半端ないですよね。おお、レアな。ここのサイトにおる人たちのキャンプギアの凄さが。マナだけですね。ちょっともうなんか。いやでも僕のとこなんで全然で皆さん。本当に怖いですけど。マックの生ぐりの。でもすごいですね。やばいですね。全然もう。すごい、すごいですね。すごい、かわいいよな、まとまりがすごい。コーラボックスの、初めて見たんですけど、あんまり、はい、あんまり使ってる人がいなかったので、この色がすごいなって心して買ったんですけど、クローバーっていうメーカーで、はい、かわいい。ウエッティとかと似たような、あのはいはい、イエティもアメリカで、うん、このアメリカに似たようなところで作ってる。あ、へー、保冷力も同じぐらい、はい、外モールド製法なので、はい、イエティも一緒で、はいはい、持ちもいいですよっていう。へー、かわいい、はい、ここにも、へー、いいところが2リッターのペットボトルが縦に普通に入るっていうのが。あのイエティのローディとかもそうなんですけども、うんうんうん、あ、本当や、はい、全然余裕、他の20リッターぐらいの似たようなサイズだと縦に入んないやつが多くて、すごいこだわりのギアたちがもうちょっと締めづらいですけどね、これ安くないな、いいっすよって言われて、ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。いや、勉強なるわ。後で見せてください。いやいや、もううちなんかもう何見せたらいいか分からない。テントがね、めちゃくちゃレアなんで。あ、テントもね、はい、すごいですね、テント。羨ましいです。どこのやつでしょう、あれ。あれは 16FT というルートベースというテントです。有名なところです。私も知らん間にこっちの大事ですね。大事です。そういう時にポチらないと。はい、じゃあもうありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。お邪魔しました。